大和田駅は北海道ルモイ市大和田3丁目にある北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅である。電報略号はまた、1977年の大和田駅と周囲約500メートル範囲、右上がルモイ方面、島式一面2線、木造駅舎は建材で、ホーム上には待合室もある。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅は、大和田炭鉱の所有者大和田総七の寄付により、運搬を目的として開設された。当駅の所在する地名、旧炭鉱名より、前述の大和田総七の名字に由来する。短式ホーム一面一線を有する地上駅で、ホームは線路の南側にあり、点鉄器を持たない、防線駅となっている。かつては、 島式ホーム一面に線を有する列車交換可能な交換駅で、駅舎側が上り線、駅舎の反対側が下り線となっており、点鉄付きの形状は、深川方、留萌方ともに、上り線からの片開き分岐であった。また、駅舎とホームは、ホーム北側を結んだ、構内踏切で連絡した。その他上り線の深川方から分岐し、 駅舎東側への行き止まりの側線を一線、有していた。交換設備運用廃止後は1993年3月までに線路が撤去された。現在は無人駅となっており、有人駅時代の藤山駅と同型の駅舎は改築され、トイレのない、43500系車商社を改造した、貨車駅舎となっていて、宗谷本線の貨車駅舎と全く同一の外観となっている。 駅舎は、構内の南側に位置し、ホームから少し離れた位置の旧駅舎の基礎の上に設置されている。外壁の塗装は著しく劣化し、サビにより駅名表記も読めないほどになっていたが、2016年現在時期は、不明だが塗装し直された。かつてホーム上には60から70センチメートル四方の替えが飾られていたが、無人加護以降に撤去された。 大和田の集落がある。国道が駅裏に切り替えられたため道路が細い砂利道となり、駅が街外れの人気のない場所になってしまっている。ありがとうございます。